駅東側駅前ロータリー2番出入り口モノレール2号線、軌道下駄の終端線上台駅は、千葉県千葉市若葉区線上、台北3丁目にある、千葉都市モノレール2号線の駅で、同線の終着駅である。駅番号は、CM15。相対式ホームに面2線を持つ、高架駅で、バリアフリー設備として地平から改札外への、エレベーターと、 改札外からホームへのエレベーターがそれぞれ設置されている。改札口は西側に1カ所あり、自動改札機、自動券売機が設置されている。出入口は改札外コンコースより北側に2カ所と、ラパーク線上大連絡通路及び地平から、改札外へのエレベーター1機、南側に1カ所と、地平から改札外へのエレベーター1機がある。 二番で入り口にはエスカレーターが整備されている。日中時は二番線のみ使用しており、一番線はラッシュ時などに使用する。2019年度の1日平均乗車人員は4111人である。千葉都市モノレールの駅では18駅中4位で、他路線との乗り換え駅を除くと最も多い。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通りである。 駅周辺は1965年頃からニュータウンの整備が進められており、集合住宅や住宅地が広がる。駅直下のタウンライナーストリートを南側に進むと、千葉県道53号千葉川上八幡線につながる。隣駅の千条台北駅までは約800メートルしか離れておらず、駅北側に500メートル進むと、四つ街道市との地域がある。駅北側には、 駅前ロータリー交差点があり、タクシー待機所、タクシー、一般車交車場、バス停留所が整備されている。また、1番出入り口側には、新商社専用交車場、2番出入り口側には、タクシー乗り場がある。5番バス乗り場2番出入り口側に1.2番乗り場、1番出入り口と2番出入り口区間の、ロータリー側に3.4番乗り場、3番出入り口側に5番乗り場が、 ある。京成バス、千葉内陸バス、千葉中央バス、千葉フラワーバス、千葉グリーンバスが運行している。1番乗り場、2番乗り場、3番乗り場、4番乗り場、5番、乗り場路上乗り場。ありがとうございます。